い、どうも赤星瀬尾赤星マシマシ TV V しっかりと言いました、はい、ラーメンリンダケンさんということで、リンダケン西新宿とありますが、おたけ橋通りにあるお店です。はい、都営、大江戸線や、ね、西武新宿駅から徒歩5分でね、着くよというところ、新宿駅からだと7分、はいはい、JR のね。でこちらですね、去年の8月にオープンしたお店、で僕が共同で行ったですね、時はめんなりさんっていうお店のグループ店になるんですね。でグループ店だけどリンダ軒っていうのは今のところ1軒しかないです。なるほど、はい、ということで食券でいきましょう、ね。ラーメン、ラーメン、つけ麺、つけ麺、まあ、こってりあっさりと、それから油そばだったり限定ラーメン、今の限定ラーメンはこの真ん中にあるこの麻婆麺だったりするんですけども、まあいろいろ揃ってて、やっぱ、場所柄お酒もいっぱいあります。なるほど、でですね、今回どうしても処方だったんですが、つけ麺が食べたかったんで、これをこってりに選択して選んでおります。こんなのが来ます。あ、なるほど、素晴らしいつけ汁ね。これ油多めの、ニンニクはセルフなんで映ってないですが、もやし、焼き豚、そして一番下ですね、ライス、サービスライスっていうのがありますが、見ていきますよね。トッピング類はこのようにですね、実は一つ一つ別皿で来るんですね、なので撮影用にこう載せてます。そうですね、なんかフルコースみたいですね。そうですね、全部載ってますよということでね、それからですね、追加豚、これは目の方に後で載せたんですが、これタレがね非常にいっぱいかかってるんですね、あ、なるほど、なのでおつまみとしてもとってもいいですよ。なるほどなるほど、はい。で、最後海苔がね一個ついてて非常に小さな楽しみですね、これはね、はいはい、これはどのように使って、いくんでしょうか、見ていきますが、おたき橋なんでね、二郎の横にあるということで、ね、あ、もう横か、この背脂量ですよ。なめたけみたいな、なめたけみたいなと、とろとろとろっとしておりますが、これ汁の中に具材もいろいろ入ってるんでね、非常に濃いですよ、ね、これちょっと飲みますね。背脂の甘さ計算に入れてね、初めて調和される醤油なんでね、あのつけ麺としては非常に申し分ない、やっぱ薄まっちゃうからね。そうなんです。はい、そして、もやしです。野菜とはあえて書きません、ね、キャベツが入ってないんでね、で僕はね、こういったつけ麺はね、野菜をつけて食べるのがまずね醍醐味だと思ってるんですよね。だから麺に行く前にまずはお野菜とスープで楽しんでサラダにするみたいなことですね。まあね、やっぱ野菜から食べた方がいいみたいなことがありますからね。そう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 。そしてこのデフォルトの汁にある豚がちょっと入って、こっちはちょっと柔らかいと。で外にある焼き豚、こちらは非常にガチ、油もこう少なめでさっぱりしてるんで、まあ、やっぱりこれは酒と一緒にねつまむといいんでしょう、僕は。あるか下戸ですからね。はい、僕は下戸でございますがね、イメージとしては多分そうね。さあ、つけ麺、波140の台にすると210ということで、まあそれほど大量ではないね。で厚盛りにしたっていうのもありまして、もちもち度がまあいいんですね。はい、これ歌舞伎の二郎のつけ麺のもちもち度に匹敵するぐらいの、やつありますよと。立茶おたけ橋の方が近いですけど、はい、でね、この背脂とスープをね、まあ絡めてくるくる、本当にあのツタにこう、水滴が絡まってる時のツタのような、そんなにね、みずみずしい麺になるんですね、油で。さあ、それすりおろし系のニンニクを入れてますよね、めちゃめちゃ入れました、これ、最初の瓶足りないから店員さんが持ってきてくれましたもん。あ、もう使い果たしちゃったんですか、見かねて。はい、勘弁してくれよ。ありがとうございます、本当に。ニンニクが入るか入らないかでね、ちょっとインスパイア系っぽくなるかならないか変わってくるんで、ぜひ入れてみてください、ね、だけども、だけどこれね、すりおろしだけども、ニンニク的辛さは粒に匹敵するぐらいの辛さあったんで、まあ、あの二郎系じゃないからってマイルドだと思っていきなり入れない方がいいですよ。なるほど、はい、すごい変わっちゃうし、変わっちゃいますね。さあ、そして先ほど言いました海苔ですが、なんと券売機の追加にですね、海苔のボタンないんです。ほう、ということは、この1枚しか食べられない。なるほど、これレアですよ、この一口。レアですね。これ終わりです。はい、終わりました。これでもう終わりました。ライスでいかないですね。ライスとはいかないです、僕は。僕パリパリ海苔派なんですけども、でここね、汁の中に最初に入れて浸しておくタイプのあなた、はいはい、それもおすすめです。何枚かあったらね、それもあったらいいけど。あ、そしてここで、
これですね。見てください。これ。何でしょう。初登場。なんだこれは。高瀬物産株式会社、ああオリジナルブランド、うん、シェフィールのブラックペッパーグラウンドです。これは見たことないですよね。見たことないです ね。上から青、うん、白、赤、うん。これもしかしてと思うじゃないですか。フランス？マレーシアなんですね。そっちなんですね。なぜなんでしょうかということですが、マレーシア産のブラックペッパー、高瀬物産さんがまあ輸入しているということでしょうね。粒はそれほど大きくないバランスのいい砕け方、うんね、まあ、優秀胡椒でしょう。なるほど。これはこれレアですね。これはレアで、だって300何十件行って初めて出会ったわけですからこれは本当にレアですよ、うんうん、だからまあ背脂で軽くなってきたらシェフィール入れるということですね。シェフィール、ナールアイスですねこれね、うん、麺と同時につけるつけ麺と同時にライス食べるの初めてかもしれない。つけ麺と確かに ね。ここでしょっぱレベルを測る 4.2、うん、ね、スピード感のある今回編集ですけども、うん、普通に醤油を入れすぎ注意してください。普通に醤油を飲んでるのがちょっともう怖いんだよ。やっぱじゃあ開始かどうかを確認したかった。普通じゃないの。どっちなんだろうと思ってね。つけ麺の汁でつけライス、うん、めっちゃ美味しいです。なるほど。ああもうすべてを、はい、大完食で。すべて嫌い尽くしましたね。お揃いりました。インダケンさんね。マシマシはまあできないでしょう。マシマシレベルは82です。はい、まあ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 、別に店員さんも言ってました、うん、二郎系のお店ではないと言ってました。まあそうですよね、はい、うん、ただ盛り方によっては二郎系できるよと僕の紹介ですから、うん、はい、まあそれは全てのラーメン屋に言えるかもしれないですね。あーでもやっぱもやしなかったり、うん、あやっぱりどっちかっていうと、うん、ホープケンさんとか、うん、ちゃっちゃ系の方を意識されてるお店の方かもしれない、うん、ああなるほど、はいはいはい、まあ、まあ、ケンっていう名前ついてますね。そうそうついてますね、うん、だからこれ、うん、ラーメン二郎新宿おたけ橋通り店の近くにあるんだけど、うん、このリンダケンさんの隣が、うん、辰野屋さん、辰野屋で、そこは、中国かどっかの、うん、新宿紹介雑誌みたいなのに取り上げられて、うん、海外の方めっちゃ来んの、超強烈してて、でそこの正式名称も、うん、新宿おたけ橋通り店なの、うん、だから2つの新宿おたけ橋通り店に挟まれてて、うん、これリンダケンさん、はい、行列と行列の間にあるからみんな見逃してんの。あこれを見た人はね、うん、まずこのリンダケンさん行ってみてほしい。なるほど。行列を持つ人、あ俺は違うぜって、うん、こっちに入ってほしい、ということでね、はい、残念ながら二郎のおたけ橋通り店ではございませんでした、はい、別のおたけ橋のこういったお店もあるんでね、うん、ぜひともついてください。こっちです。Thank you.